こんにちは、プロドリフチャンネルです。コンロンカって花、知ってます？もしかするとハンカチの木と勘違いしている方がいるかもしれませんが、これはまあ似てる名前なんですけど、ハンカチの花って呼ばれている植物です。この白いのがちょうどハンカチに見えるんですかね。でも実はこれ苞といって、葉っぱの変化したもの、この真ん中に黄色く咲いているの、これが本当の花なんです。ですので花が終わってくると、このようにつぶつぶっとした花終わった後の花柄だけが残ります。このままにしておいても葉っぱ苞がついてるから綺麗ですけど、どうせだったらまた黄色の可愛い星形の花を咲かせたいので、終わったらばすぐ下のもう次の芽が出てきているから、この上で切っておきます。このように切っておけば、またここから少し伸びて花が咲いてきます。とても丈夫な植物です。春から秋まで次々と咲いてくれるので、直射日光に当てると夏場は葉っぱ焼けてしまうかもしれませんから、明るい場所に置いて育ててください。水は乾いたら、肥料は水溶性の肥料を時々やってやると、次々と花が見られます。ほら、もう次のこのように上がってきてるでしょ。可愛い花どん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 と見られますから、ぜひ皆さんもコンロンカ育ててみてください。